ここに。どうしましたか、お兄さん。そう、木漏れ日が見え始めたっす。木漏れ日で、はい。じゃあ、木漏れ日カットで。木漏れ日カットでお願いします。木漏れ日カットです。あ、いい。木漏れ日カット、オプションで5000円追加ですけど、大丈夫ですか。5000円。5000円。5000円です。あー。お願いします。お願いします。お前、マジずっと喋ってんだ。喋ってないとやってらんないっす。もう、資格奪われたら人間、こんなに喋るんですかってぐらいですよ。そう、あのね、みんな知らないと思うけど、本当にずっとこれで喋ってるからね。そういうことでしょ。あ、そういうこと。あ、いい、いい、本当見えない。本当見えないよ。皆様、もうよろしく。やばい、ついてる、ついてる、ついてる。ついてる、ついてる。ついてる、なんかついてる。ついてる。あ、俺も前面できたっすからね。斉藤の兄貴っていう前人が今いあ、あ、嘘だ。本当に切ったの。本当に切った。本当に切ってないよ。ああ切らないでさすがに。焦った今。あ、だってマジでパサッみたいな音したから。え、本当に切ってない。切ってない、切ってない、切ってない。こんなにイメチェンしますよって言ったのにパサッって切ったらもうやばいもん。もうやばいね、やってる俺。あああ拾ったよ今これ。本当に切ってるよ。いやそれ俺の毛で。本当に俺の毛今持ってきた。これめっちゃ悪いよ。あ、見えんだ。めっちゃ悪いよ。見えんだ、見えんだ。ほらこれどこ。あ、すごい、すごい、あ、すごい、すごいすっごいじゃねえよ。ちょっとエロ、やめろ。ちょっと新手の AV みたいな。ああいっぱいあるよ。そんな髪の毛触って楽しむ人あんまいないから。いやもう資格ないからね。もう あるものを楽しむ。聴覚が、資格がなくなってずっと喋ってるリボンさん、はい、10分間耐久です。皆さんも一緒に笑ったら負けです。ああ、そういうこと。俺が喋ってるわけね。リボンはもう喋り続ける。ああ、オッケーオッケー。スタート。兄貴、兄貴、俺の髪色はいかがすか。あれ、あれ、いいですね。あ、いいですね。あ、兄貴、どこ行ったんすか、兄貴。カメラこっちっすか。いや、C3PO。 いや、いや、ずっとこんなもんちてるからね、俺今ね。ほんとに兄貴。あれ、誰かいるっすか。誰も話し合ってがいないっすよ。兄貴。たつきの兄貴。夢ならばどれほど良かったでしょう。え、乾いた風を絡ませ僕は連れてくのせ。終わらない夢の古典。兄貴、言ってやるといい匂いするんだよね。誰ですか。誰が来たっすか。僕です。あ、土屋の兄貴っすね。土屋の兄貴っす。よろしくお願いします。え、いい感じっすか。いい感じですね、今。マジっすか。兄貴、よかった。一人でずっと喋んなきゃいけないかと思った。兄貴、たつきの兄貴、
タツキの兄貴、タツキの兄貴仕方しないでもらっていいですか。いや本当ここのお店の兄貴はいい人たちばっかっすね。うん、いい兄貴がいっぱい。うん、携帯が疲れた。俺っちね、髪染めるの久しぶりですから、いや楽しみですね。うん、怖いっすけど、もうかれこれずっとつけてるっすから、本当に一回も外さず。いや携帯使えない。うん、見えない。もう兄貴の力なくては生きていけない状況っすね。うん、ねえタツキの兄貴、これで父お二人とも出なかったらどうしよう。ちょっと不安になってきたな。あれっすね、メンバーに似合う髪型でも探しましょうかね。これね、セイセイの兄貴はね、これっすね、これが似合うっす。で、タツキの兄貴はねこれなんす。タツキの兄貴はこれが似合うっす。で、恭平にはこれが似合うっすね。で、小島の兄貴にはこれが似合うっす。で、ターボの兄貴はこれっすね。あ、いや、こっち、こっち、いや、こっちっすね。これが似合うっすね。誰が来たんですか。誰が来たんですか。誰が来たんですか。分かってるっすよ。誰だ。シャーハンケ、すいません、今本当に誰も見なかったです。あ、本当に見なかったですか。あ、なんか落としたから。あ、そっかそっか。よっしゃー、行くか、行きますか。雑誌逆に読んでる。雑誌見えないの。めちゃくちゃ重いですね。あ、逆っすか。逆です。しかも見えないですよね。見えないです。めちゃめちゃおもろいな、それ。やばいっすわ。喋ることに飽きたんで本読もうかなって。でも見えなかった。見えないっす。頑張って。マジでおもろい。やばいっすわ、それ。行しようかなと思って。行いや、他のメンバーにね、どの髪型が見ようかなと思って。ちゃんと見てくださいどうかな。タモにはこれが似合うと思うんですね。あー、確かに。これ、はい、これですよね。ターボさんはそれが注目があったことないですけど、え、誰なら想像つきやすい。誰ですか。メンバー。あ、全然わかんないですよ。会ったことあるの誰ですか。そう、3人。あ、でもあの渋谷で写真撮ってもらった時にはいた、まあ、いました。他にも大輝いました。あ、大輝いました。あ、見えてるの。見えてねえっすよ。さっきめっちゃおもろくて、これ反対に読んでて。すげえ当たり前に読む。いや違う、俺もう暇だからメンバーの髪型選んでたんだ。おお、なるほどね。多分それが逆だったんだ。どれが。あ、だからあ、これだ。あの、大輝にはこれっすね。おお、めっちゃ普通。超王道です。あ、マジっすか。ふざけたつもりだったんすけど。あ、もうシャープス、もうちょいいやつ欲しい。いいやつ。あ、ほんとに。あ、誰のためにこれ、これ。これこれっすね。絶対できない。髪が足りない。髪足りねえっすか。